田誠之の同級。10月24日、掛布雅之の阪神タイガース愛、愛、そして AI ニュース。24日に行われたプロ野球ドラフト会議サポーティッドバイリポビタン D で、阪神はバランスよく投手3人、捕手1人、内野手1人を指名しました。1位指名では、関大の金丸夢と投手を逃しましたが、外れ1位で NTT 西日本の井原貴と投手を指名。井原投手は最速149キロの即戦力左腕で、変化球も多彩です。藤川球児新監督も、即戦力としてどうしても欲しい選手と期待を寄せています。2位指名は報徳学園の今朝丸裕樹投手。彼は最速151キロのストレートを持つ右腕で、藤川監督の後継者として期待されています。3位指名の木下理人投手はパワー系の右腕で、短いイニングなら早期に一軍で活躍できそうです。4位指名の町田隼人内野手と5位指名の佐野太陽捕手は独立リーグからの指名で、阪神の幅広いスカウティング力がうかがえます。育成枠でも4人を独立リーグから指名しており、将来性を重視した指名が目立ちました。井原投手は指名を受けて、まさかこのタイミングで呼ばれるとはと喜びを語り、今後の活躍を誓いました。彼のエメラルドグリーンのグラブも話題となり、強いメンタルとともにプロでの活躍が期待されます。今朝丸投手も最終的な目標は200勝投手と意気込みを見せ、プロでの飛躍を誓いました。なお阪神タイガースの指名結果は画面の通りです。